はい、ユッキーです。ということでね、久々に、ちょっと、いろいろと、感じたことがあったんで、ちょっと、言っていきたいと思います。ですね、先ほどですね、今さっきなんですけど、ヒカキンさんの、まあ、俺、ヒカキンさんの、動画よく見てるんですが、ヒカキンさんがですね、胃カメラを、鼻から入れて、入れたっていう動画があってですね、そちらを、見たんですけど、まあ、僕ちんもですね、実は、胃カメラ半年前ぐらいに入れたことがあって、そうっすね。胃カメラ入れたことがあったんですけど、ヒカキンさんは、鼻から入れたらしくて、まあ、俺は口から入れたんですけど、本当にヒカキンさんは鼻から入れて、なんか、全然楽だったっていう話をしてたわけなんですよ。で、俺はマジ口から入れたんですけど、皆さん、胃カメラ、マジで、それから言わせると鼻から入れたら絶対いいですよ。っていう話。俺、半年前に、吐き気がね、本当に、めちゃくちゃ吐き気がして、で、本当に、なんか常に吐き気がしてて、で、もしかしたら、ピロリ菌とかの関係じゃないかって言われて、医者行ったら、胃カメラを勧められて、胃カメラやったんですけど、口からやったんですよ。で、まあなんか、他の方法もあったんですけど、なんか麻酔とかやって、で、寝てる間に終わったりとか、っていうことも、方法もあったんですけど、いや、まあ、いいわっていう感じで、口からやったんですけど。やったんです。本当に口から入れるのはね、本当に地獄だっていうのを皆さんに伝えたい。本当に、口から、入れるんだけど、入れたら、だいたいね、この小指の二つ差ぐらいの、管なんですよ。これぐらいの管だじゃんって言うじゃん。これぐらいの管だったらいけるやろって、口の中にこう入れてさ、やるじゃん。ね。めちゃくちゃきついんだよ、ほんとに。ほんとにきついんだって、マジで。冗談抜きで、クソきついか。みんなやめた方がいいぞ。口からの、胃カメラは、本当に、やめた方がいい。絶対。ヒカキンは、鼻から入れたらしいんだよ。鼻からこうやって。みたいな感じで、入れたらしいんだけど。鼻から入れた方が、絶対、快楽だっていうのを俺は示したい。みんな絶対に鼻から入れた方がいいぞ。本当に。なんでかって、俺口から入れたことあるんだけど、冗談じゃない。この世のものじゃないですね。いわゆる、地獄
地獄です。うん。地獄。まさに地獄。っていうのも、口にね、こうやって入れるのいいじゃん。こうやってさ、この、人差し指を、うんって入れるなら別にいいや。でもね、この喉の奥、この喉の奥を取ると、この指先、まあ、いわゆる人差し指じゃなくて、まあ、この小指なんだけど、小指の、長さで、あれなんだけど、この喉の奥をね、通るとね、すっげー吐き気がね、恐ろしいほど出るんですよ。で、診察台に、こう寝転がってね、こうやってね、まあ、ベッドみたいなとこに、寝転がって、これを入れられるんですけど、本当にね、ここら辺を通るとね、もう、吐き気がね、止まらんねえのよ。みたいな感じで。ここの、ここね。この口のはいいんだけど、ここら辺を通ると、もう、マジで。30歳以上の人は結構、体験してるんじゃないかなと思うんだけど、俺29歳なんですけど、まあ、本当に、体験しちゃった感じで。俺が体験したのは28歳に、いや、29歳になったばっかぐらいなんで、まあ、半年前ぐらいですね。本当にね、恐ろしいです。この世の地獄かなーと思った。うん、ほとんど拷問に近い。地獄っていうよりは拷問です。うん。拷問ですね。まさに、この口の中に、こう入るんだけど、こう入って胃の中まで。まあいろいろ胃カメラだから、まあ明らかにそうなんだけど。このね、太さのやつが、いかにきついかっていう話よ。この喉の奥のここら辺を通ると、恐ろしいほどに吐き気がする。で、ってなって、で、こう、吐くところの、その、桶みたいなのが、こう、ここら辺に置いてかれるんだけど、我慢しないで吐いてくださいね、みたいな感じで言われるんですよ。でね、吐いてくださいね、とか言われてもね、きつすぎてね、もうね、地獄じゃないのこれっていう感じ。いやもう吐きまくったよ。俺うう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 うとか言って、もうこうやって寝ながらね、って感じ。もう何にも胃の中に前日にその、何時から何時までみたいな、食べないでくださいね、みたいな時間があって、もう胃の中ほとんど真っさらなのに、もう無理やりこう、えずかれて、もう、あそこまでの地獄はないと思ったね。うん。まさにこう、生き地獄みたいな感じで、ヒカキンさんが言ってました、ヒカキンさんのその母親の言っていた、まさに地獄っていう感じの、地獄でした。なんで、ぜひ皆さん、絶対に鼻から入れた方がいいです。胃カメラはね。口から入れると、本当に、えずきまくって、そうだな、時間的に多分10分ぐらい地獄を見ることになる。10分ぐらいなんだけど、
地獄なんだよね。胃の中でもう動いてるのがわかるんだけど、ここら辺が、この胃のあたりで、胃のあたりでこう、この小指のぐらいのやつが、こう、うごめいてるんですよ。こうやってビヤーって。で、ある程度こう、胃のあたりまで入ると、ある程度餌付きが止まるんだけど、やっぱりそれでもこう、ここの中に、ここにさ、喉の奥にさ、これが入ってるから、この、小指の、これぐらいの、1センチか2センチぐらいの、太さの、太さの、ね、今思い出して、本当にやばいだけど、本当にやばい。管が、これぐらいの管が、本当にここら辺でうごめいてるんですよ、うん。今現代の社会で、ここまでの地獄を味わう、っていうのは、なかなかないんです。ある種ド M には、ド M の人、多分、人間社会で、俺が今まで味わってきた中の地獄の、拷問ってなかなかほら味わってくることないじゃないですか。ね？拷問ってさ。まさに、拷問です。うん。だから拷問受けたい人っていうド M の人は、ぜひ、受けた方がいいです。本当に。ぜひ受けましょう。拷問受けたい人は、ぜひ受けた方がいいです。うん、ただ、普通の人間は、ヒカキンさんみたいに鼻から入れた方がいいです。絶対に、恐ろしいことになります。その怖さを体験したい人は、ぜひ、この、ね、これ、たった1センチか2センチの太さの管を入れる。この、こっからぐーっ入れてくる辛さをね、ド M の人は味わってみてもいかがでしょうか。ということで、絶対に、一般の、人はですね、そうですね。鼻から入れた方が 100%、99.9%、うまいです。うまいことになります。絶対に。地獄です。この世の地獄です。この世の地獄を味わいたくない人は、むしろ味わいたい人は、口から入れた方がいいでしょう。地獄を味わいたい人はね。ということで、ご視聴ありがとうございました。